げろやっていきたいと思います。はい、というわけでね、今日もトラップゲーやっていきましょい。映ってるかな。よし。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、新しい。トラップを試したりとかしたいんですよね。どんな感じなのか一個一個試していくか。和子です。はい、ザムキッサー、はい、こんにちは。これ1個作るか。カゲロウをね、やってますよ、カゲロウ。自分は積みゲー状態。あー、本当にカゲロウ。あ、これ4つ持てるの。あ、4つ持てるの。へえ。ここまでか。まだチャプター2。まだチャプター2。自分まだそんなには進んでないよ。チャプター4ぐらい。結構ね、シリーズと操作が違うのに戸惑ってる。お前を倒せばパリスが喜ぶんだ。やほー。はい、しもねえさん、こんにちは。ウィル。母体配置変えると、
トラップ多くできるっぽい。ああなるほどね、それ多分アビリティかなんかだよね、スキル。はーい、下姉さんこんにちは。トラップゲーをやってるよ。はい、今から侵入してくる敵だよ。はい、やり騎士、図体は大きいが意外に気が小さい。パリスとは幼馴染で、小さい頃からパリスに世話を焼かれており、今でも頭が上がらない。結構ね、こいつ耐性と無効が多い。結構厄介ですね。今すぐ裁きを受けなさい。そしてこれがパリス。はい、パリス、小野騎士、ウィルの幼馴染。自分がいないとウィルは何もできないと思い、今でもいちいちウィルの世話を焼いている。エロいお姉さんが見れると聞いて。そう、これね、アーマーはね、こう砕け散るからね。はい、耐性は弓の系とトラバサミ系。さあ、じゃあとりあえず逃げましょうか。よいしょ。ここのステージはね、列車があるのでね、列車。お見事です。どうしようかな。じゃあ一発目、クレーンで。こっちに飛ばして、ちょっともうダメージ重視できます。オートディフェンスって、自分はあえて外してます。あ、本当に。よし、とりあえず三角モクが、これからペンデュラム。自分が、交通事故が。オンゴール大爆笑。ペンデュラムあるある、笑。いたいたいた。押して引かれる。押してアーマーブレイク。後半セクシーになった感じかな。じゃあ次の部屋移動しましょう。よしよし。おさんの木首か、わら。あ、ライラさん、ライラさんがね、強いらしいんですよね。異端審問会、王国国、教会から派遣された異端審問官。普段は清楚なシスターだが、戦いの場では人が変わったようになる。いかなる犠牲も、厭わず、すべての敵の息の根を止めるまで戦い続ける。笑い声を上げながら戦うその姿は味方にも恐れられている。トラバサミ系、ちょっとこいつ怖いらしいので。そうだね、こいつちょっと怖いらしいので、結構強敵らしいので、ちょっと一回逃げます。なんかダメージ受け取るかな。安定のゴールデンホース。ちょっと。しかもこはヒット。わら。ね、綺麗に真ん中で受け取るが。これに一回当てたいんだけどな。この辺りあるけどな。とりあえずはゴールデンホース当てて。ペンデュラム、
これ立ってる相手にしか掴めないのかな。ここポイって捨てる、まあ、とりあえずこの3コンボでいいや。掴めなかった。よし、急いで逃げるよ。さあ、体力回復欲しいな。あ、そしてここがね、面白いんですよね。よいしょ。そしてこの間にどうしようかな。じゃあもう一回ゴールデンホール手つくまでこっち、でここペンデュラムを、あ、間違えた。あ、失敗した。どうしようかな、もう一回か。これがね、操作がほんと違うからね、すごい慣れないよね。見えんな、ちょっと列車が邪魔。で、花瓶で、この間にバナナの皮を釣り上げて、
バナナの皮。悪大官ってゲーム思い出すね。ああ思い出すね。こんにちは。そしてまたゴールデンホース。これ列車引かれるんじゃね。列車に引かれたよ。使ってみたいしね。とりあえずこんなもんか。何してるっけ？クレーンか。バナナの皮にして、ペンダルまだか。落ちなさい。よいしょ。でペンデュラムを、ゴールデンホースにしとくか。もう一発。最近は何ハマってる側だから身に染みますわ。マジか。ああ飛んでった。ぐるぐるぐるドーン。なかなか繋がらんな。これ檻の中にね、ある程度の体力ね減らすと檻の中にね捕獲とかできるんですけどね。であとね、この列車もね、なんか内燃機関みたいなのがあるらしくって、そこにぶち込むことができるらしいんだよね。で鉄クマで、で花瓶で走らせるか。ぶち込む。どこに？こんな卑猥なとこじゃないから。あ、失敗した。逃げて逃げて。結構体力回復してんな。ここまでの回答がデフォです。笑。よ。ハハ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 ハ。ある意味コンボ、わら。かわいそうになってきた。ライラさんが怒ってる怒ってる、めっちゃ怒ってる。あ、体力回復した。めっちゃ怒ってらっしゃる。じゃあバナナの皮で滑らせようかな。危ないよライラさん、危ない。よし逃げよう。じゃあ次の部屋行きましょう。どのくらい回復するんかな。終了まであと5分になりました。はい。あ、こっちかこっちだ。よしよし。あ、ここも面白いね。じゃあまあ安定のゴールデンホース。露天上でやると
交通事故にしかならないならんね全く読めない。まあじゃあゴールデンホースで、いやちょっと待った、鉄くまで、ちょっと待った、まあ、鉄くまでをここに当てます。屈辱の鉄くまで、そしてここにバナナの皮を置きます。これつるんといったところに、はい、木馬、そしてこのか壁が動くので、これを花瓶で起動したいと思います。そしてこの溶鉱炉の中にぶち込みたいと思います。ベンジュラムさんにはいい思い出がないですわあ、外れた。あ、自分が当たったまだ生きてた。わ、こ、つ、はい、デニーさんはこっちめっちゃ怒ってる。あ、逆か。で、ここでツルンといって、で、ここで木馬、そして起動する。あ、自分が落ちた自分も落ちた。わらわらそしてライラさんも落ちてくる。あ、ここでね、仕掛けられるかな。バナナの顔間に合うかな。バナナチャージ1秒なんでね。で、ここ鉄くまで、アンテナの鉄くまで置いて、で、そして木馬、あ、死んだか。私が魔に打たれるのあっては、ライラさんもね、脱げるらしいんだよね。脱がせたかったね。まあ、それは2周目のお楽しみってことで。はい、じゃあ次枠いきますよ。次枠、ちょっと聞いてる？あ、デニーさん、さ、昨日ね、紹介してもらったね。昨日からクオハブとか大丈夫ですか？大丈夫です。昨日ね、デニーさんからね、紹介してもらった、あの、悪魔リドルだっけ？と、あと、一週間フレンズはね、ニコ生で見てきたよ。聞いてる？聞いてなかった？ごめん。面白かった。ちょっとぼんやりしちゃって。なんか、デニーさん放送やってなかった？聞いてないよ。終了まであと1分になりました。聞いてなかったね、ごめん、聞いてなかった。およしなさい、リリア。姫様がお疲れなのですから。うん、しょうがないな。じゃ、いいかな、改めて。あと何進めたっけ。あとね、結構ね、いろいろあったよ。あ、自分、あの、あいつまでだ、Google ドライブ、はい、オツですわ。そう、Google ドライブにちゃんとね、メモった。あとね、大みだらも見た、大みだら。さよなら。はい、オツです。少し調べに時間が必要かな。ですが、すでに4つの聖言、一応聖言はね、12個あるらしいです。お父上様の話では、聖言は数が集まり出すと惹かれ合うとのこと。見つけやすくなるかもだね。国境界にも種火をまきました。噂はさらに広まっていきます。その噂に聖女の末裔たちが絡まり、
知らずと引き寄せられれば。そうだね、運命の歯車ってやつ。配信を開始しました。勢いよく回り出しているように感じる。やがて訪れる新しい世界を生み出すために。これでチャプター4は終わりかな。あー結構集まった。はい、じゃあチャプター4のねデスファイル見ていきたいと思います。はい、ベティさんはペンデュラム、これ下姉さんじゃないの。そしてデニスはグレンマドー記者の鋼鉄ボディに惹かれる。ケイトさんは代用航路に五体を焼き尽くされる。エミリーさんはゴールデンホースの、まあ屈辱的な。あ、ただいま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 は。はい、デニさんはコワコ。おひさ。はい、あ、コトチャさんおひさだよ。あ、ライラさんバナナになってない。まあこんな感じですね。交通事故が多かったですね。新しいアビリティ、そして新しいトラップ。さあ何ができるかな。ちょっと試したいんだよな。ちょっと一回ね、新しいトラップができたらちょっと試しに行きたいと思います。これビータのやつよね。そう、ビータとプレステ3で出てるやつ。アビリティは何ができたかな。初めてだから優しくしてね。え、大爆笑。はい、しも姉さんこんにちは。ほんでビータと無理でプレステ3もあるんだ。あるよ。自分今プレステ3版だよ。これ敵の動きを止めることができる波動、これいいよね。わい、わら。そうだよ、これいいよね。このシリーズ好きなのよね。本当に？そうそう、これねちょっと興味持った方はね、あのアーカイブスでシリーズプレステ1のやつはねできますからね。走馬灯とカゲロウの一番最初のやつ、あと国名館もできるのかな。あ、油カビ。これリスナーさんに勧められたな、わら。このシリーズ全部やった。全部やってる。自分もね、国名館以外はやってる。メガヨーヨー、これ見て、スケバンデカのヨーヨーみたいなの。油カビもいいなぁ。ペッタンアロー。デスサイス。やっと放送できそうなゲーム出てきたわ、わらわら。わぁ。油もいいんだよな。もう随分放送してない、大爆笑。そうだよね、ニコレポに全く上がってこんのだけど。わっ、メガヨーヨー足りんのか。どうしよっかな。スパークロット、これも床系なんだ。これコンボ決まったら気持ちいいのよね、大爆笑。そうだね、気持ちいいよね。これは吹き飛ばすのかな。あ、強制 2ブロックか。これ4ブロック、メガヨーヨーまでちょっと待っとくか。万力スピンもいいんだよな。でもな、この辺りに比べるとバナナの皮とか鉄くまでとかに比べるとちょっとやっぱりな。まあ、こんなもんでいいか。とりあえず、よし、じゃあ行こう。はい、チャプター5、忍び寄る闇。結構でもね、操作感が変わってるから、最初戸惑うかも。この工場だ。ベイル。はい、例の国境界の異端審問官が昨日突入しましたが、未だ戻っておりません。ライラさんね、お亡くなりになりました。おそらく死んだな。まあ、それはいい。これでまた西軍が揃ったか。こいつも西軍のこと知ってる。今のところ4つ。さて、そろそろ刈り取りの時期だな。
エレイ来たか。それで、なんと。なんと許可がおりました。直ちに突入せよ、とのこと。ふんふん、了解了解。立ち絵は随分変わったな、わらわら。そう、結構ね。あのお方にお伝えせよ、これより連中の拠点に潜入するとな。かしこまりました。で、今回の主人公はね、めっちゃ悪意に満ち満ちている。それにしてもガラハのやつ、大して役にも立たず死んだものだ。ほ、わら。所詮は口だが。そう、今まではこの力使いたくないみたいな感じだったけど、今回は魔人の娘っていう設定なのかな。なので結構ガンガン、外国でも評価高いみたいね。あー、本当に、まあ、これね、本当面白いんだよね。自分でコンボを組んでいってみたいな感じだから。綺麗に組めた時は面白いし、不確定要素とかも結構いろいろあるので、そのあたり考えながらやるとすごくね、楽しいんだよね。ライラが不機の人となった翌日、殺し屋のベイル・ブランドは配下を率いてレグリナのいる廃工場前に。レグリナっていうのが主人公の魔人の娘ですね。近隣住民に気づかれないよう人知れず注意深く息を潜めていた。そしてあのお方と呼ぶ者の許可を仰ぎ、ここに廃工場への潜入を敢行することになった。ガラハとこれなら遊べそうかも。基本パズルだもんね。そう、基本パズルだけど、結構ねタイミングがシビアなので。名前を呼んではいけない。名前を呼んではいけないの。未だ正体の見えぬ影、あのお方って書いてあるもんね。近づきつつあった。そう、結構タイミングがシビアなので、これ初めてやる人は結構、それが任務だからな。どうなんだろうな。アンディ、はい、巨漢戦士、任務に忠実な男、たとえ非人道的なことであっても。だんだんタイミングと位置を把握が難しかったりするよね。そう、そうなんだよね。それが任務であればどんなことでも遂行しようとする。そう、結構タイミングがね、コンボをつなげるタイミングがね、割とシビアなんでね。向こうがこうバキューム系で引き寄せるやつ、耐性がね、へ、岩などで攻撃するものに耐性があるのと、壁からかな、壁からせり出す攻撃は耐性。今回こんな感じで耐性があったり、あとアーマーブレイクっていう概念があるので、鎧着た状態だと結構きつかったりする。あと素早い敵だと無効な罠もあるからね。そう。ウェスリー、雷魔術師、アサシンギルド、少女人形の収集家、フィギュア。最近は好みの人形を探すよりも自分で作った方が早いのではないかと思っているが、収集家としての自分にもプライドがあるため葛藤中。まあ、雷だけですね。どうして持ち帰りたい。もお持ち帰り。よし。で、これでお願いですね。まあ、この人、この子たちのお願いを聞くと、あ、引かれる、引かれる。いきなり引かれちゃった。めっちゃ見られてる。はい、ごめんなさいよ。よし。そして安定のここ、どうしようかな。まあゴールデンフェンスからペンデラムで、花瓶でリクレーン、こっち投げよう。そして列車に当てる。よいしょ。はい、OK です。まあ、ここ来るかな。あ、外した。はい、セクシーショット。
ぱり列車があるんでね、不確定要素が大きすぎるんだよな。あ、こっち戻ってきたか。そしたらば、バナナの皮置いて、でここに鉄くまで、あ、置けないな。あ、置けんのか。そしたらバキューモード置くか。落ちなさい。いけないか。うまいこといかんな。引かれてる引かれてる。めっちゃ怒ってる。シャノン、アサシンギルド、戦士、占いに凝っていて、朝起きるとその日の運勢を占うことを日課としている。運勢次第でその日一日の、機嫌が悪かったり、寝るまで上機嫌だったりすることもある。耐性がない一般人。次の部屋行きましょう。
なんちゅうこと、これがね、快感になってくる。よし。じゃあ、まあさっきと同じ。とりあえず鉄くまで、で、バナナの皮。バナナの皮は本当にね、優秀。そしてゴールデンホース。そして花瓶でスイッチ起動。で、このお願いを聞くとポイントがアップしますね。施設傭兵部隊。もともとは王国騎士団に所属していたが、出世して責任が重くなるのを嫌って傭兵になった。実力はかなりのもの。ステータスはトラバサミと弓矢系が無効ですね。落ちなさい。そして、あ、あ、自分もマジ、あ、みんな一緒にみんな一緒に入ってる何これさすが姫様全員でネットをブロック何これしてんのはな。めっちゃ警戒してるわな。罠避けてるもんね、こいつら。よし、次行こう。私だって罠にはまらない時だってあるんだからね、わら。そんな罠はまってるの？ちょっと体力がやばい。やったね。コーヒールサークルあったっけ？あ、ないのか。よし、とりあえず行こう。ここは抜けて。体力はやばい。お見事です。こうは？ないな。これなんかいろいろできそうだよね。まあよく制作者の目論見にハマってますよ。マジで？そんな罠あるの？ヒールサークルないなぁ。
罠というより落下ですけどね。落下か。よしよし。あ、そういえばアビリティ出たんだけど、これあれどうやってしたらいいの？いけない感じかな。戻ってきた。よしよし。回復。よいしょ。死んださよなら。やっぱりね、今日の運勢は最悪って出てたから。じゃあ次行こう。よしよし、ちょっと新しいところも見たいしね。よしよし、急いで急いで。足ずらしたから大丈夫だね。熱湯風呂フラグですね。そうだね。で、ここでバナナの皮を、バナナの皮滑るもんな。抜けてきやがったこいつ。間に合わんかったのか。よっしゃ、次行こう。急いで急いで。で、ここの部屋の仕掛けは、ここは列車がまた通って、ここの中に入れ込みたいんだよな。洗車装置、ギア。バキュームでしょ。で、花瓶を置いといて、あー、しまった。置いて、で、花瓶をかぶらせて、で、クレーンでここの洗車装置の中プイッてポイッて入れる。で、最後はゴールデンホース。多分洗車が2マスぐらい、壁まで飛ばすって書いてあるから、これでいいだろう。あ、来る。
気づいてるかな。あと5分になりました。あーずれてんのか、微妙にずれてるんだよな。マーキング使い勝手悪いな。よいしょ、よいしょ、ぐる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 、あ、入んなかった。あ、まだ生きてる。どうやったら入るんだろうな。あれが分からんな。ボス戦までいけるかなこれ。うま、よんた。よいしょ。ビクビクしてる、ビクビク。やるぞ。よっしゃ、セーブして。部屋の仕掛けがね、どうやったら動くのかとかっていうのはいまいちわからんからな。あ、アビリティここで付け直すのか。アビリティに、あ、終了まであと1分になりました。床、あ、あと1分も早いね。まあとりあえずこんなもんでいこうかな。一旦セーブして、よし、じゃあ次枠ストーリー進めますかね。部屋の仕掛けがもうちょっと使いたいな。オツですの。はい、オツですの。
配信を開始しました。よっしゃ、進めていきましょう。チャプター5 ちょっと私の勘ではあなたはかなり危険。ブルック、偵察兵、アサシンギルド、サバイバル術の達人、狩人の子として生まれ、子供の頃から狩りに出て野山を巡り、鋭敏でいいのかなな感覚を磨いてきた。屋内だと経験が生かしづらい部分があるが、危険を察知する鋭い感は健在。結構耐性あるな。トラバサミ床と天井か。私のような弓の名手に倒されるんだ、誇りに思いな。ジェーン、弓騎士、アサシンギルド。自分の弓の腕前に相当の自信を持っている。かなりの戦果を上げているが、実際には周りのフォローに支えられていただけで、そこまでの腕はない。これトラガサミと弓系。あー、ちょっと通りますよ。よっしゃ、安定の駆けつくまで。で、バナナ。で、合計ホース。で、花瓶。ただいま。はーい、しもねえさん、わこわこ。弓の名手たちが来ているよ。落ちなさい。しとこう。バナナの皮が滑るって言うけど、転んでるとこ見たことないや。笑。熱い。ドローンって出てくるよ。かわいそう。ふぎゃーふぎゃーふぎゃー。よし、逃げよう。ちょっと待った。シェーンはトラバサミ系がダメなのか。とりあえずここゴールデンホースを行って、これ段差があるから無理だろうな。油たる使いたいんだけどな。馬の活躍が半端ない。半端ないね。ゴールデンホース本当にね、万能だから。ここで行けると思うけど、一応念のため手つくまでこっち置いとこう。ゴールデンホースはね、耐性向こう持ってる人間がいないので、そろそろサボっていい？やっぱ一個先か。よし、バナナの皮で屈辱的に締めようかな。
さよなら。しくじった。この私が。こんな感じで位置がね、若干微妙に角度とかによって地形によってずれたりするので。その辺りをちょっとね、微調整しながら行かないとね。で、ペンドラムで、花瓶、多分ここ。で、ここクレーンで掴んで、で、仕掛けを使う。逆向いてんなこいつ。あ、自分も当たった。この剣があれば私は大丈夫。あ、これ鎧着てる。刃物を見ると妙な興奮を覚えてしまう自分自身を恐れていた。傭兵になって仕事で剣を持つようになってからはだいぶ落ち着いてきたようだ。あ、これメガロック系と天井系が耐性がある。あ、めっちゃ怒ってる。よし、はい、花瓶でまっすぐまっすぐ。いいよいいよ、そういうのいいと思うよ。そしてガーンドーン。よし、坂ある。安定のここか。うまいことな、これで放り込みたいな一回。あ、放り込めるかな。よし、スプリングフロア。タイミングがうまく合えば放り込めるな。めっちゃ追っかけてきてる。さあ来てきて。あ、逆向いてるな。あー、間に合わんのか。
よいしょ。アーマーブレイクできんかったな。今度の仕事も楽勝ね。ジュリースナイパー、傭兵として活躍する凄腕の女スナイパー。彼女に狙われた者はどんな厳重な警備をしようとも一家のうちに機体を射抜かれると言われている。バンジー、マーシャル、アサシンギルド暗殺者。幼少期の事故以来、現実は作り物めいて感じられる感覚にとらわれている。生を実感できる強烈な体験を求めているうちに、いつしか暗殺者に見落としてしまった。体勢は下から系だけかな。よし、さあ上行こう。鉄駒でスタート。なるほどな、もう一歩来るな。そしたらば、まあ、ここのままでいいや。
かなか簡単に罠にはまってくれんもんだね。そうだね、結構ね。あ、誰か一人死んだ。で、ここで確かこっちの方に移動してたので、ここをこうして、私も焼きが回ったね。こんなやつにやられる。ジュディ自爆しとったで。で、このペンデュラムをメガロックにして一気に体力落として持っていくか。よっ、ぐる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 、ドーン。オッケー、いい感じじゃな。7コンボいった。一応得点計算は15ヒットまで。で、できるだけ同じ罠を使わないようにしていくと得点が高くなる。で、この、ピンク色の状態になると捕獲可能になる。でね、捕獲はね、ここに入れればいいんだよね、確か。これどうやったら入るんだろう。これような気がするんだよな。あー、セキュリティにして、で、花瓶にして、クレーンはね、一つしかね、移動範囲がないので、多分これでいけないかな。まあまあ、ちょっともしかしたら届かんかもしれない。あ、なんか勝手に死んだんだけど、何してんの？勝手に死んだ。一生懸命組んでたのに死ぬのやめてくれる？わらわら。自爆した。一生懸命組んでるんだから、やめてくれる？そういうことするの。これはこれはうるわしのご婦人だった。ベイル。魔人のお姫様。捕獲されるくらいなら死んでやる。マジで？キュフ。この人リリアたちのこと知ってる？何者？私の名はベイルブランド。あなた方を始末しに。マジで？何だと？で。あなたが魔人のお姫様ですか？そうです。ではその命を奪い、聖言も奪わせて。中ボスっぽいのが来た。皆さん、塵も残さず召していただきましょうか。姫様、ご油断なさらぬ。おう。ああ、こいつ結構やるよ。結構やる。相当な量の血を見てきている。うん、伝わってくるね。それに、ヒー様に対抗する力を持ってるよ。
マジで？大丈夫。裁きの時はもう訪れているわ。あとはもう落ちるだけ。ドーン。では、あしからず。よし、セーブできた。お、パッチが来る前はね、これね、セーブ、チャプターが終わんないとセーブできなかったんだけど、パッチが来てからね、セーブ、ショーが終わるたび、ミッションが終わるたびにセーブできるようになったので、すごく快適になってます。一章、チャプターが結構長いんでね。よし、スタンリー、アサシンギルド、暗殺者。ベイルが子供の頃から仕えている忠実な部下。ベイルのために働くことを生きがいとしており、危険な任務も率先して引き受ける。まあ、床から系。貴様の居場所。カート。手に取るようにわかる。闇魔術師、アサシンギルド。盲目の魔術師だが、気配や音、匂いで周囲の状況を把握できる。闇魔法を使いこなすため、わざと目をつぶしたなどという噂が流れている。花瓶無効だって。まずい。つまり、花瓶無効だっけ？耐性だっけ？無効か。花瓶無効きついな。なんかいろいろできんのかな。なんか一人死ぬ。一人突っ込んでいったよ。なんで？いいな。ちょっと待った。こいつは大丈夫だ。カビン。終了まであと5分になりました。はい、
食らいなさい。あ、死んじゃった。ご注意ください。こんな予想一生の一人になったからちょっと楽になったかな。そこ挟まるよ。そしたらばカービン効かないので、あ、ベイル来るな。ベイル殺し屋、没落貴族の家系で、今では家自体が他のメーカーに従属し裏仕事をこなしている。優雅な物腰以外に貴族の血筋を思わせるものは何もないが、暗殺者としての実力は一流であり、この国の戦争の限りで暗躍してきた闇のエリート。結構耐性あるな。仕事を片付けさせてもらう。頭が大きい。なんかそこでちょっと厄介だな。終了まであと1分になりました。よし、これでアクシンだろ。くらいなさい。気配がなかった。何者だこれは。よし、とりあえずここで、あ、OK、ルーシー。もともとは工場で工具を、工員として働いていたが、刺激のない毎日に飽きを感じ傭兵になった。工員時代の経験を生かしガス銃を使いこなす。あ、カビ無効か。ここはもう無理か。よし、じゃあ次行こう。
コーナーきついな。よし入った、いったいいよいいよ。捕まらんな。ただいま、かげろうだ。はーい、ゆみなさん、こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちはかな。見たかった。あ、マジで？もう一個こっちでいいな。とトラップを設置しているよ。開いた。第一作は随分遊んだな。本当に結構遊んだ。あ、まあ、きついな。このクレーンのタイミングがよくわからん。自分もね、1と2とあと走馬灯はね、やった。2人いっぺんなのがちょっときついよな。どっちか1人だとな。
構ね操作感がね変わってる。まあ相変わらず花瓶は最強。あー逆、ちょっとまずいかもしれんね。一回戻って戻って、体力回復した、いいでしょう。まだね、中盤まで行ってないかな。あ、ここじゃないな。どこだ？体力回復。ここでもな。急いで、ここされないことがある。本当に米サーバーが重いんじゃないの。よいしょ、一人フラフラになった。よし、あとはベイルさんだけ。さあ、じゃあここの中にぶち込みたいですね。サファリだとひらがなでないことあるし、いろいろ探すか。何してんねん、オートで避けやがった。ついで結構ね、こいつベールが罠を警戒してる。部屋使うんだね。そう、結構ね。
カービン間に合うか？落ちなさい。間に合わんか。オッケーオッケー。で、これでここ持ってって、あ、終わった。つなげられんかった。結構ね、操作感がね違うので、すごい慣れない。ほほう、そう、今までは壁、床、天井一個ずつしかトラップ仕掛けられなかったのが、まあ、壁三つとか天井二つ、床一つとか、そんな感じでもいけるようになったので、幅は広がってる。別の新しい世界がもう少しです。今回もたらいある？今回たらいあるよ。安定のたらい。よし。あ、終わっちゃった。今回コンボ全くダメだった。疲れです。で、姫様。はい。私、どうしたの？少々、上の空で。上の空。あ、ごめん。ま、実質連戦だったしね。力も消耗したんだろう。で、あのベイルってのを始末して今に至るっては。結局あいつも聖者の末裔だったね。ああ、聖言のかけら。そう、今ね、聖言のかけら12個ある。聖言のかけらっていうのを集めてます。こちらの聖言を狙って侵入してきたということでしょうか。私たちの素性を知ってるみたいだから、そうかもしれないね。でも実際どうだったかはわからないってわけか。気にすることはありませんよ。これは聖言が惹かれ合っていることが実証されつつあるということです。つながってきています。すべては一つの紙幣へと。お父上の復活は近いですわ、姫様。この姫様ってのは魔人の娘らしいので、お父上っていうのは魔人のことだろうね。そうね。デスファイル見るの忘れちゃった。はい、じゃあセーブします。で、魔力解放で作れるかな。メガヨーヨー、これスケバンデガのヨーヨーだ。これサンダーシャリベン。壁系はどうなんだろうな。何がいいんだろうな。6秒、キラバッソ。6ブロック、ファイヤーボール。シャークブレイド。じゃあ装備変更、ちょっと新しいのも使ってみたいけどな。
たらいこれ。わこちゅ。はーい、わこちゅ。スケバンデカのヨーヨーを手に入れたよ。バキュームの代わりに、絞るにしとくか。ここ3つはね、変えられないんだよね。そう、バナナ、テスクマで、ゴールデンホース、この辺りはもう、そうなんだよね。鉄板なのでね、ちょっとね、変えられんのだよね。万力スピン、万力スピンにするか。花瓶使って万力スピン。方向変えられるっていうのはいいけどな、万力。よっしゃ、行ってみよう。チャプター6。一応チャプターはね、12ぐらいまであるらしいのは、ちょうど真ん中ぐらいかな。数奇な出会い。もう5日も経つぞ。まったく、男だなしってどういうことだよ。これはいよいよやられたってわけか。やっぱり、あの中には化け物が潜んでるんだ。化け物ではないけどね。こんなんじゃ、ここら辺じゃ安心して暮らせねえぞ。やっぱり雇った連中は。ああ、やるしかねえな。また。あ。皆さん。セリア。かわいい。まあ見えないけど。あのですね、いろいろと考えたんですが、やはりあの工場に皆さんで向かっていただきたいなということに。そうですか、決断されたんですね。かわいい声。わかりました、皆さんにも伝えてきます。いただいた恩義を返す時ですね。いえいえ、そんな。ですが、そのお言葉に甘えます。助かります、本当に。セリアさんには十分な謝礼も払えないのに、こんな危険な仕事を。いえ、修行の旅の中、宿と食事を与えていただいた皆さんに報いるためです。それに、私は魔導騎士としての修行の身。これはまたとない機会です。必ずや真相をつかみ、ことを解決してまいります。頑張れセリアさん、頑張って。ライラが戻らずに3日過ぎた頃、近隣住民たちは彼女の安否ではなく、ただ戻らないという事実を不安に思っていた。つまり工場の中で何かがあったことを示しているからだ。この不安はたちまち伝播し、旅の傭兵や腕自慢の者を集めて、にわかに自警団を組織した。その中に修行で王国を漂白している中、ここの住民に一宿一般の恩義を受けた魔導騎士セリア・メビウスの姿があった。ライラが帰らず5日が過ぎた頃、住民たちはついに自警団による廃工場の探索を決意し、一行を向かわせた。なるほどね。うちに来ないで、撃つわよ。ロザリー、これも花瓶効かなそう。電撃兵、争い事が嫌いでいつも逃げ出すことを考えている。だが他に行く当てもないので、しぶしぶ傭兵を続けている。やっぱりな、花弁効かねえ。これ一番厄介だな。あなた、宝石持っているかしら。シェリー、宝石のコレクションを生きがいとしている。報奨金を稼ぐためにあえて危険な任務に志願することも多い。こいつは耐性だけだからな、まあなんとかなるか。早くエルザに会いたいんだ。手早く片付ける。バート、高嶺の花と言われるのにもめげず、町一番の美女エルザに先日プロポーズした。エルザがどんな返事をくれるのか気が気でない。ステータス一般人、もう帰れないんだけどね。はい、お願い。あ、
6個まで行けるようになってる。わっ、これ範囲広いな。あ、跳ね返される。跳ね返される。これ跳ね返されるのか。そう、バナナ安定だよね。あー、めっちゃ燃えてる。熱い、熱いのです。なるほどな。これちょっときついな。綺麗に終わった後じゃないと、花瓶ダメなのか。これ厄介なのがいるな。そうで、結構今回ね、こんな感じで6個とか7個まで一気に設置できるので、組み替える頻度はね、だいぶ少なく済むのかな。前はほんと組み替え組み替えでやってたけど、敵多いですね。て、結構多いよね。もう中盤ぐらいだから、こんな感じで結構多いのかな。花瓶効かないのはきついよね。終了まであと5分になりました。なんとかここ線路まで持っていこう。地道に1個ずつ。なんか引かれてるのがいる。ビクビクしてる。あ、めっちゃ怒ってる。
早いのか。任務に命を捧げるなんてつまんない死に方は。あ、逃げられた。間に合わんのか。あ、引かれた。自分が引かれてしまった。やつも引かれた。花瓶使える、これでいいや。ここで万力スピンにして、こうでしょ。でここでバナナの皮。終了まであと1分になりました。はい、逃げても無駄だ。必ず追い詰めてやる。クリストフ、石橋を叩いて渡る慎重な性格で、勇敢さが、誉れとされる騎士としては評価が低いが、敵に回すと厄介な男。まが魔力で葬り去ってやろう。エドモ、イニシエの大魔法使いの子孫だと言い張っているが、本当のところは定かではない。ただ魔法の実力は相当なものであり、口先だけではないようだ。よっ、あれ、なんで、あー、上にあるのか。あー、ちょ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 、なんでこう落ちてこないの、壁。ここ、これがあるのか。
ただいまです。はーい、皆様こつこれが邪魔してる、邪魔してこれが落ちてこないんだ。めっちゃ追っかけてきてる。さあどうしたもんか。間に合わんだろうな。まあいいや、もうこれで殺してしまえ。あー間に合わん。間に合うかな。ワコワコ。はーい、シムネさん、ワコワコ。いいよいいよ、いいと思う、そういうの。よし、一人捕獲可能になった。じゃあもう一人を別の部屋で倒そう。ピンク色になったらね、捕獲可能ですからね。よし、動かんね。どうしようかな。じゃあバナナの皮スタートにしようか。でここでギルティーランスにして、でここで花瓶かぶせて、でここで鉄くまで当てて、でここでゴールデンホース、このボタンはボール。落ちなさい。落ちなさい。そこよ。よしよし、いいよいいよ、悪くないよ。で、この一番目のどうしようかな。ここに落ちてくるので。メガヨーヨー用意しとこうかな。でバナナの皮で滑らせて、よし、オッケーオッケー。でこれ、よしよしよし、いいよいいよ、悪くないよ悪くないよ。
多分こっちに飛んでくるから、こうプッシュホールで、で、で万力で向こう持っていくか。オッケーいいねこれ。で万力で、でまた鉄くまで当てとくか。ベローンって出てくるからガーでベローンって出てくるから、あ当たったんだけどな、あ死んだかな、魔力が枯れてしまったか。オッケーオッケー、7コンボつながったね。オッケーオッケー、お前もバートに横連呼する気だろ。何言ってんだお前。はい、マリアン。はい、剣騎士。同じ町出身のバートに片思いしている。バートは自分以外の女にプロポーズしたが、それは気の迷いで、いつかは自分のところに来てくれると信じている。けなげだ。トラバサミと弓矢系。じゃあ一人ね、捕獲できそうなので、こいつ捕獲を挑戦してみたいけどな。当てて、で花瓶かぶらせつつ、で目見えないよって言ってるところで鉄くまでは当てて、メガロック。今です。いいよいいよ、そういうのいいと思う。でここでプッシュウォールを当てて、で多分下に落ちるので、バナナの皮でつるんといって、また屈辱のゴールデンホース。あいいよ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 、落ちなさい。いいんじゃないの、いいんじゃないの。9コンボいった。よし帰ろう。だいぶこなれてきた。仕掛けも使いたいな。メガヨーヨーで、
で、ここでキルティランスぶち当てて、で、ここに花瓶かぶらせつつ、ここ最後はバナナの皮でトゥルーンと、あ、ここ乗せられないのか。じゃあこれでクレーンでパコイッと、よいしょ、あー失敗した。あ、万力ダメなのか。万力は効かないんですか。アーマーブレイクしないと万力は効かないな。あ、この仕掛けは巨大発電機、これ使いたい。発電機の針どれだ。スパークチェーン、発電機のどれだろうな。こう上が光ってんだけど、当てるってことかな。そんなよくわからんな。スパークチェーン、ちょっと一回ここ使ってみたいのだけど。とりあえずここギルティーランスにして、で、鉄粉まで当てて、で、ここ花瓶でスイッチ押してみて、ビリビリビリってなったところで、飛ばして、バナナの皮で、スルーンと行く前に、ゴールデンホース。あ、ここ下は無理か。まあまあこんなもんでいいんじゃない。ああ自分も、ああ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 、二人ともビリビリしちゃったよ。わらわら。ここにバナナの皮だ。これでいいや。これパーペキだ。これでいいやろ。かわいそうに行ってしまわれた。そしたら一人捕獲しに向かおう。はい、こっち来て。ちょっと捕獲試したい。ここじゃないな。これ勝手に引かれて死にそう、こいつ。大丈夫かな。ここじゃないな。あ、どこだっけ。
ついてきてるかな。ああもう一個先か。よしよし。こっち。ここにね、檻がある。ここに檻。これがね、捕獲用の罠なので、どうしようかな。とりあえずゴールデンホース開けて、で、メガ、で、ギルティランスでくっつけて、あっ、あー、自分あれ持ってくの忘れた。捕獲無理だな、これ無理だ。スマッシュフロア持ってくの忘れちゃった。よし、殺そう。じゃあとりあえずちょっと読めないので、メガヨーヨーで向こうまでポーン飛ばせてで、ギルティランスでくっつけつつ、で、花瓶で倒して、で、手つくまで。あー、ちょっときついな。ピヨピヨンってなってるところで溶鉱炉にぶち込む。よし、こうしよう。ついてきてるかな。来てる来てる。ヨロヨロしてる。けなげだね。いいよいいよ、そういうのいいと思う。さよなら。死んだ、間に合わんかった。なんだと。さーて、まだまだ来そうだね。まだまだ来る？そのようね。では行きま。行きま？目が、目が。姫様、どうされましたか？近づいて、来る。来る？今、なんと。あ、え？私、何か言った？うん。目が？いや、今確かに。近づいて来るって言ったよ。来たよ、次！さあ、行きましょう、カエリア。はい、よし、じゃあとりあえずちょっとセーブをしてトイレ行ってきますよ。トイレ。
ッケーオッケー。敵脱がそう、女だけでいいからね。脱がしたいね、アーマーブレイクしたいね。アーマーブレイクしたいんだけどな、なかなか結構厳しいよね。アーマーブレイクの条件がね、弱点を全部つかないといけないんだよね、確か。別にイケメンなら男でも許す。マジか。結構アーマーブレイクの条件きついのかな。なかなか脱がせられてないもんね。あんたに恨みはねえけどな。ブリッツ、電撃兵、エレクトラとコンビを組んでいる。エレクトラよりも年下だが非常にアグレッシブな性格で戦闘では常にリードする。こいつも過敏効かないんだろうな。いつも通り敵は排除。もうこれ半裸じゃん。これもう脱いでるのいるよ。なんかビリー、巨漢戦士、歴戦の傭兵、いつも車に構えており、物語に真剣に取り組もうとしない。熊手とか属性なからな。ねえ。しかし、腕はそれなりに確かなので、こなした依頼は多い。よし、じゃあとりあえず、どうしようかな。いい男。マジで？間に合うかな。満点のゴールデンホースから、そこのあたりだと多分ね、なかなか脱がせられないんだろうね。花瓶耐性、あー一人いるね。ダメージ与えとこう。間に合うか、間に合って。電車に突っ込むの。電車突っ込ませたいね。花瓶じゃない方。あ、やっぱり花瓶の方だった。よし、じゃあ次の平行、ここで組めるかな。今どこだ、ここか。うん、どうしようかな。あれ、どこだ。まあ、ここか。花瓶厄介だな。多分これでここ置けないよね。だよね。いや、もうこれでよ、間に合って。終了まであと5分になりました。よし、 OK。 なんで動いた、これ。これなんだろう、これは。あ、おお、おほほー、おほー、
初クレーンでここ行っと、まあどっちが来るんだろうな。ああマジか、ああこいつ耐性があるのか、なるほどね、痛いんだけど、ああじゃあどうしようかな、こうしちゃおうかな。これでいいや。便利そうだね、オートディフェンスね、結構便利、慣れないうちはやっぱり便利、いつも過敏効かなそう。エレクトラ、ブリッツとコンビを組んでいる、冷静な性格なので前に前に出ていくブリッツの後衛を務めることが多い。過敏効かない。終了まであと1分になりました。過敏効かないのはね厄介だよね。よここは、あここはスパーク系、そうだよな、効かないのか。そう、花瓶最強伝説なんだけどな。じゃあとりあえずおばして、もうクレーンがな、もう一個ずつ持っていくか。脱がせばいいのだ。脱がせば花瓶が効く。ああそうだね、脱がせばか。そうか、アーマーブレイク狙いたいね。ああそうだよね、アーマーブレイクか。配信を開始しました。ちょっと待った、ただいま。はい、お帰りですよ。ちょっとね、悩んでいるな。前枠から、ただいま。はい、こんにちは。
これで行ってみるか。行けるか。これ後ろ怖いな。自分が巻き込まれそう。聞くのかな。聞いてお願い。聞いて。ああ、こいつは近づいてこない。ああ、ちょ何してんの。体力まずいまずい。ちょあ、違えた。回復しに帰っていいかな。どうしようかな。謹慎させて。よしよし、よし逃げよう。逃げて逃げて。アーマーブレイクした。こいつ何なんだろう、弱点。ヒールの部屋どこ。急いで急いで。トラップゲームのチラリズム。はい、こんにちは。よいしょよいしょ。急い急い。急げ急げ。花粉症？自分？そう、自分でもね、今の時期まだ全然大丈夫。よしよし、オッケーオッケー、帰ってきた。今年はね、意外とそうでもない。よし、組んでいこう。だな、アーマーブレイクちょっと意識していきたいな。まだ遠いか。今年はすっかり薬漬けですせ。本当に。あー、どうしようかな。何が効くか分からんのだよね。万力スピン効くかな。とりあえず罠にはめて効果見ればいいじゃね。来るかな。おっ、来る来てる来てる。よしよし。いや、爆撃受けてない。大丈夫。面倒だな。いやー、これまずいな。あー、自分が当たってしまった。早いんだよね。万力ぐるぐる回ってるけど早いんだよね。もうちょい遅くないとあかんな。
あ、また、あ、なんか引かれて死んだ。何してんのこの人たち。あ、脱げたんじゃない、彼女脱げてる、見て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 、ほら脱げてる、勝手に脱げた脱げた。よし、これで花瓶も花瓶も効くようになった。いいよいいよ、いいと思うそういうの。よし、脱げるようになった。なんという、ん、わらわら。万引きは倒れるまで効果が続くよ。あ、なるほど。よし、これで花瓶効くようになった。まあ、効くようになったからってもう死ぬんだけどね、彼女。どうしようかな。花瓶でしょ、花瓶で、もう屈辱的なやつでいきたいよね。鉄クマで、でバナナの皮、もう彼女にもふさわしい最後を、よし、用意してあげないとね。大丈夫、フラフラしてるけど。いや、だから勝手に死なんといて。ブリッツ。よかった。そしてチャック。チャックは？わらわら。チャックは重戦士。まあまあまあ、バキューム系だけ。よし、入ってきた。もう来てるね。来てるね。体格には恵まれているものの、頭脳の方はそうではなかったようで、資料が浅く目先のことにとらわれがち、すぐにカッとなる性格も相まって周りからは敬遠されている。はい、まあ、一般人よりちょっと強いぐらい。はい、これさ、列車とのコンボで、よいしょ。よし、キリティランスまでしかないのか。あ、大丈夫かな。よし、引かれろ、ドーン。よし、ちょっとどっか変えよう。バナナの皮変えられんのか。よ、何この無限コンボ。列車記念大爆笑。で、ここで、あ、これでいいかな。鉄くまで、ないんだよな、これっていうのは。まあいいや。落ちなさい。当たってる、当たってる。ああ、10コンボいったね。あ、いかんかった。さよなら、チャック。さよなら。もう訳がわからないよ。これはひどいコンボを見た。さよなら。ならず者、どこにいる？セリアさん、声がかわいい。脱がせたい。この気配。捨てたプリンセスのトラップコンボ。相当魔導の力が強いやつだよ。ああ、やだやだ、めんどくさそう。おまけに神聖な匂いがプンプン。リリアも苦手。苦手。
貴様らだな。このセリアメビウスが懲らしめてくれる。懲らしめてくれる。姫様、この恵に合わせ。え、聖言が導いたかもしれません。マジですか。ああ、そうかもね。この得意な感じはそんな気がするかも。だったら。花瓶は開かないタイプだな。ああそうだね、ファーマーブレイクさせていきたいけどね。それに我々の立場からすれば、あの騎士は相入れに存在。列車を活用だな。姫様。ええ、分かってるわ。時は来た。姫様。はい、じゃあ一旦セーブ。あ、どうしようかな、持っていくものちょっと変えるかな。花瓶多分効かないもんね。あんまこう有用な罠自分まだ作ってないね。ペンデラム持っていこうか、有用の代わりに。転ばす系とかいいかも、わら。床も効くのかな、こいつ。ちょっと一回データ見よう。わ、なーい。見せてくれない。厄介そうなのが一人いる。ボス扱いか。そうだね、いないもんね、見れないもんね。とりあえずものは試しで。結構こいつはトラバサミ系が無効なの多いな。トラバサミ持っていけないね。まあ、アーマーブレイクすればいいんだろうけど、ちょっと厳しいな。ってことは、床から出るのは列車を活用ってことじゃね。床せり出しはいないので、そうだね、スプリングフロア持っていこう。スプリングフロアからやはり床、壁、天井は基本だよね。そうだよね、基本だよね。ハゲロシリーズ基本だよね。とりあえず、まあ、どっかでアーマーブレイク、ああ、これ、クレーンがね、ちょっと若干使い勝手が、まあ、自分の使い方が悪いのかもしれんけど、ちょっと使えないので、たらいかな。たらいかな。たらいチャージ早いよね。あ、3秒かかんのか。かぼちゃ活用、アーマーブレイクで、27へのレス。かぼちゃはね、チャージ7秒かかんだよね。NG 食らった。すぐ NG ね、引っかかるからね。あと1個なんか持っていけるけどな。使い勝手がいいのがいいな。パキュームがね、意外と使えないんだよね。まあ、メガヨーヨー持っていくか。よし。まあ、ちょっと無理なら無理でもう一回戻ってきて考える。バキューム系は苦手だな。ねえ、意外と吸わないよね。ソードの元凶か。悪いけど、倒させてもらうよ。これも任務です。ちょっと一個飛ばしちゃった。メアリー、はい、任務には忠実で優秀な兵士ではあるが、
感情に乏しい。笑ったり怒ったりという感情表現をあらわにしているところを見た人間が誰もいない。マジか。はい、こんな感じですね。さすがアーマー着てるだけに、なんかふんどしみたいですね。わら、ふんどし。ちょっと待って、一人飛ばしちゃった。トミー、いつも朗らかで彼の周りでは笑いが絶えない。しかしひとたび槍を持って敵と対峙した時の彼の表情は真剣そのものであり、笑みは感じ取れない。こいつ結構厄介。ここのね、万力に挟みたいのだけど、よ、痛いんだけど、痛い強いんですけど、待って。ここね、置けないんですよね。あー、ここ行ったらあれだな。遠いか、行けるかな、どうかな。一個岩系ダメなのいたな。いいや、もう置けないな。ちょっと待って、結構大変これ。いいよいいよ。よし、この辺りでちょっと、ああ自分も当たっちゃった。なるほどね、勝手に動いていく感じか。まあいいねいいね。トミー死んじゃった。みんなが不安がっているわ。おとなしくやられてちょうだい。リンダ、かわいい。氷を操る魔術師という、職業の印象に似合わず、情の深い女性で、毎月個人への訪問と寄付を欠かさない。いい子だこれ。心が痛い。心が痛い。でもやっちゃう。よし。今日はね、一応ね、7時までかな。よいしょ。一人、花瓶効かないのいるな。部屋の仕掛けも使いたいけどな。そこに。うわ。そこに。ああ、間違い逆か。ああ、死ぬ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 、くるくるくる。ヨロヨロしてる。レグリナさんがヨロヨロしている。逃げて。
これ引かれたら死んでしまう。向こう前持っていきたいけどな。ああ、これでもウィークポイントだな。よしよし。ついについね。体力がまずい、体力が。いつも瀕死だな、自分。どうしようかな。そう、スプリングフロアがあったんだ。ああ、そうだね、スプリングフロアあるから、これぶち込んでみよう。わこち。はい、わこち。はい、この猫おじさん、わこち。プーンといって、これでうまいこと列車に入ってくれればいいけどな。昨夜はすっかり寝落ちしました。本当に。昨日遅かったもんね。よし、これで一人死ぬだろう。よ、危ない危ない。落ちなさい。終了まであと5分になりました。ドーン。アラの方向に行ったような気がしなくもないけど、罠避けてんな。
なかなかうまいね。だいぶいってきて、うまくなってるかな。結構こん、シリーズとね、やっぱり操作がね、結構違うので、結構ね、苦戦してる。あ、どこいる？あー、わからんことになった。ちょっと待って、組んだのがわかんなくなった。でここまで行ってこっち何なのか分からんな。こっち向きになってくれればいいんだけどな。どっち向きになるかが分からんもんな。ここで突っ込みたいんだけどな。列車にぶち込みたい。見えねえ。お馬さんの向きで決まるね。そうだね、どっちに乗るかで決まるもんね。こっち向きに、こっち、効かないタイプなので、とりあえず壁側を持っていこう。よしよしよし、オッケーオッケー、一人死んだ。あーでも脱がせられんかった。よし、アーマーブレイク。そうだね、アーマーブレイク。あ、セリアさん来た。一人ね、捕獲できんじゃないこれ。よしよし、ちょっと、あー足りないかな、どうかな。ボスだ、脱がそう脱がそう。脱がしたいね、これはぜひとも脱がせた。顔を拝みたいね。どうかな、届くかな。多分スプリングじゃ届かないんだろうな。一個足りないような気がする。ヨロヨロしてる。めっちゃヨロヨロしてる。終了まであと1分になりました。はい、今日はね7時ぐらいまでねやっていきますよ。7時ぐらいまで。あー、いるいるいる。あ、来た来た来た。戦車の末裔の中では、はい、おつおつ、世俗から最も距離を保ち、ひっそりと暮らしてきた一族の生まれ、代々魔導騎士の家柄であり、幼い頃から修行してきた。今は修行の一環として旅を続けており、各地で困っている人の力となるべく槍を振っている。よ、はい、逃げよう。配信を開始しました。配信を開始した。ただいま。
はい、チコメさん、こんにちは。よし、映ってるかな。はい、じゃあとりあえずね、トラップはちょっと組んでみましたので、これで受けたらいいですけどね、どうかな。うわ、めっちゃなんか、あ、逃げてきた。あ、間に合わんのか。あ、ひげずさはこっち。はい、2個目さんはこっち押したらば。どうしようかな。ただいま。はい、皆さんもこんばんは。え、つくまで結構アーマーブラックさせてるけどな。バナナの皮、ゴールデンホース、ちげえずさ、なぜエアヨツイタシヨネのレス。はい、トロネコおじさんが、はい、マコッツ。なぜエンジン。でろーん。あー、これ倒れたまんまなのか。めっちゃ怒ってる。セリアさんめっちゃ怒ってる。どうしようかな。どのぐらいで脱げるんだろう。まだ脱げないのかな。さっきのコンボの最後にヨーヨーつけるのだ。さっきのコンボの最後にヨーヨー、あの中に落ちた時点で